はい、ですね、今回、ちょっとね、話題というか、まあそのスターダムのですね、話題がありまして、あの沙織選手がですね、4月からスターダムと専属契約というふうになってるんですけど、これね、もう所属と専属契約って何が違うのかとか、所属、まあその団体に所属している選手とこう専属契約っていうのがね、どういう感じでなんか若干違うのかっていうのを知らない方が結構いるので、まあよく言われるのが、まあその所属っていうのはまあ正社員みたいな感じで、専属契約っていうのは契約社員みたいな感じでって言ってる方もいらっしゃるんですけど、一概にそうではなくて、プロレス業界って一般のその会社とかとまた全然違うわけですよね。なので、まあどちらかというとこうマネジメントとかそういう面で言うと、多分芸能事務所とかに近いんじゃないかなっていうふうに思うので、一般のその例えばその正社員とか契約社員とかっていうそういう枠って当てはまるのはまたちょっと違うかななんていうふうに思うんですけど、今回まあ沙織選手がそのまあ所属じゃなくてね、専属契約になったっていうのは、まあ所属っていうのはまあなんて言ったらいいんですかね、プロレスに、まあ、プロレスで、まあ、プロレスの所属と専属契約の違いっていうのは、まあ、フリー契約っていうのももちろんありますよね。まあ、いろいろその契約の形態っていうのはたくさんあるんですけど、まあ、ご存知の方はどれぐらいいるか分かんなくて、で、ネットを見てると、この所属契約っていうのと専属契約っていうのがどういう違いがあるのかっていうのをご存知じゃない方が多かったので、まあ、ここだけ切り取ってね、動画にするかもしれないんですけど、まあ、所属っていうのは、まあ、プロレス業界ですよ。プロレス業界だったりっていうのに限ったことですけど、所属っていうのは、基本的にその所属している団体の、興行だったりとか、あとはこう業務提携している団体ですね。その団体が業務提携している団体の試合にのみ出場するという形ですね。所属っていうのはですね。なのでその団体が、からですね、まあ、派遣というかいう形で別の団体にとかっていうのももちろんあるわけですけど、それはその選手が云々ではなくて、その団体がその決めるわけですね。なので所属っていうのは、その団体から決められた試合、そのスケジュールをこなしていくっていう感じですね。はい。で、専属契約っていうのは、団体に直接こう契約しているわけではないので、基本的にはですね、その専属契約した団体に出場するっていうことが基本となってるんですけど、それは基本となるベースの話で、で他の団体から出場のオファーが来たりとか、その専属契約しているね、まあ、団体がまあなんていうか第一優先になるんですけど、まあスケジュールが空いてたりとかね、した場合は別のその団体に、もう、なんていうかな、試合ができるというか、だからまあ、個人で、フリー契約とまあ似てるっちゃ似てるのかなって思うんですけど、フリー契約の場合は、ここにね、もう一個フリー契約っていうのがあるんですけど、フリー契約っていうのは、団体にこれも所属してるわけではないので、その、なんていうんですかね、その
まあ基本的にフリー契約を結んでいる団体っていうのが、まあ、いくつかあるわけですよ。フリーでこの上がってほしいみたいな。フリーっていうのはでも大体単発で多分こう契約されてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。スケジュールっていうのを大体1ヶ月2ヶ月ぐらいで、例えば今だったら3月のもうすぐ下旬なので、例えば5月のスケジュールだったりとか6月のスケジュールとかっていうのをまあ抑えるっていうか、その団体がね、その人だったりその人をマネージメントしている事務所だったりにまあ打診してスケジュールがあったり条件があったりすればまあ出場するっていう感じにはなるわけですけど、うん、このまだ専属とねフリーっていうのがまだちょっと違うので、で所属とまた専属っていうのも違うわけですよね。所属っていうのは分かりやすく、まあちょっと俺の説明が下手くそかなって思うんですけど、所属っていうのはまあその団体がまあ主催している試合とか業務提携している試合、まあとね業務提携している先の団体の試合っていうのに出場しかできないっていうか、まあその所属団体からオファーされたっていうか、まあそのこの試合に出てくださいとかって言われる感じでその試合に出るって感じで、専属っていうのはその団体に所属しているわけじゃないので、一応そのね専属で契約した団体がまあ第一優先なんですけど、他の団体からオファーが来た時とかっていうのはその別の団体にも、もちろんスケジュールが合えば出場はできると。でフリーの場合はその長期間のそのスケジュールを契約っていうか、何ていうかな、その団体と、結んでるわけじゃないわけですよ。細かいちょこちょこした 1ヶ月先2ヶ月先みたいな感じで組むという感じになるわけですね。契約するっていうか、まあファイトマネーが支払われるという感じになると。まあ俺のね説明がちょっと難しかったかもしれないですけど、よくその正社員とかねとか契約社員とかの違いだよって言ってる方っていうのもちょっと見かけるので、いやそういうことではないですよっていう感じですね。はい。